皆さんこんにちは。プラモデル大好きけん玉お兄さんホームラン一郎でございます。お世話になっております。さあ今日も楽しくプラモデル作ってまいりたいと思います。今日皆さんに作ってご紹介するプラモデルはこちらでございます。はい、機動戦士ガンダム水星の魔女よりフィギュアライズスタンダードスレッタ・マーキュリーでございます。はい、まあ大好評のうちに終了しました水星の魔女なんですけれどもね、スレッタとこちらミオリネさん、ね、2つとも、ずっと買って取っといておりまして、なかなかちょっとねやっぱりこうビプラあのフィギュアタイプのねプラモデルってなかなかちょっとこうガンダムとかのロボットのプラモデルとかに比べるとやっぱりちょっとまだまだ苦手意識というかこう敷居が高いイメージがありまして、でなおかつこんなねあんなに素晴らしいエンディングで終わってくれた水星の魔女のね、主人公の2人のキットなのでそう簡単にあっさり作っちゃうのもどうかなと思ってたんですけどもね、重い腰を上げて、作ることに決めました。今回はこちらを皆さんに作ってご紹介したいと思います。といってももうねいろんな皆さんがとっくに発売当初にレビューしていただいていると思いますのでね、まあ詳しいレビューはもう他の方のレビューを見ていただきまして、私なりのね、新しいキット、フィギュア系プラモデルの修行の意味でも、また一から作ってみたいと思いますのでね、その様子ご覧いただければと思います。はい、まあ、横を見るとまあ表情をがついたこの担保印刷の顔っていうのは1個しかついてないんですけども、この辺はデカールでね表情豊かに表現できるみたいです。デカール表情のデカールってなかなか難しいんですけどね、こういうねスレッタはやっぱ笑顔が似合うのでね、この顔もなんとか頑張ってデカールでやってみたいなと思うわけでございますけれどもね。はい、いやほんとねガンダム界屈指のキュートなヒロインになってくれましたよね。スレッタは本当に可愛らしい。また一ノ瀬さんの演技が素晴らしいんだな。そして中を開けてみますとこちらですね。はい、ランナーはやはりことぶき屋さんとかのビプラキットに比べるとね、あのことぶき屋さんのキットも積んでるんですよ。ただ箱を開けて閉まっちゃってる状態なんですけどもね、に比べる寿屋さんのに比べるとだいぶランナー少なめですね。まずこれは、フィギュアライズスタンダードシリーズについているスタンドでございます。スタンド、こちら多色成形のランナーが1枚ですね。これハローもついてますね。はい、これスネレクターの髪の毛だったり靴だったり洋服の黒の部分だったりしますね。そして肌色パーツのランナーが2つ、フォルダーの証の白い制服の部分のパーツがメインですね、こちら。はい、なんで、ま、大きめのランナーと考えると肌色1枚と考えると合計3枚のランナーですね。非常に少ないですね。はい、そしてこれがシール、ホイールシールですね。制服の細かい部分ですとかハローのパーツの部分とかですね。そして、ID カールですね。この笑顔の部分をなんとかね生かしてあげたいですね。であとこれスレッタの表情パーツ担保印刷にですね、はい、これだとちょっとまあスンとした顔なんでね、やっぱりいろんな表情のつけてあげたいなと思いますね。はい、で説明書ですね、開けてみるとデカールの貼り方、この位置の決め方ですね、すごく丁寧に紹介してくれています。そしてエングレービングシール、金色の部分のシールですね、はい、これがちょっと特殊な貼り付け方でそれの解説も載っております。ちょっとこうグリグリとこう丸く先端が丸くて硬いものでこう擦りつけるように貼り付ける感じですね。組み立ての説明書ですね。はい、ちゃんとこう順番にフィギュア系は作っていきたいなというふうに思っております。はい、お待たせいたしました。それではスレッタ・マーキュリーさん作っていきたいと思います。
完成しました。フィギュアライズスタンダード機動戦士ガンダム水星の魔女よりスレッタ・マーキュリーでございます。組み立てて、この黒のラインですね、このネクタイの黒のラインとか、この体の線の部分はちょこっと墨入れをしたり色を塗ったりしてあります。ハロのこのね、口のラインなんかも墨入れをしております。はい、ちょっとやっぱスレッタは内気な感じなんでね、ちょっと内股気味にポージング取らせるとちょっとスレッタっぽいかなという感じですね。はい、この表情とっても可愛いですね。はい、まあ可動に関してはね、こう本当にいい表情付けができる、もう本当にフィギュアライズスタンダード、もうフィギュアと同等のね、いろんな部分が動きます。もうポージング付けも余裕でございます。手はね、手、あ、ちょっとまあ90度この万歳するときこうなるかな、どうしても。で、袖のこの袖だけ独立で稼働しますので、で腕と手首、手首もこれちょっと気をつけないとね、この手首のジョイント細いので、この斜めに動くタイプの手首ですね、ここもグリグリと下手するとねじ切れちゃうんで、ちょっと気をつけないといけないです。はい、で首も、首の付け根のところと頭の部分で2つボールジョイントがついてますんで、多彩な表情付けができると思います。で、胸の部分で分割も入ってますし、太ももも、これちょっと引き出しではないですね。で、ここもちょっとあのスパッツというか短パンの部分なので、ここでしっかり分かれてて、はい。で、膝ですね、ここ、このぐらいまで曲がります。はい、ちょっときつめだったので各所にシリコングリスを塗りつけて、こうねじ切れるのを防止するために滑りを良くしております。はい、で付属品がこちらですね。タンポン印刷されていない、顔パーツが2つついてますね。今回は私この、にこやかな笑顔のデカールと、ちょっと気合いの入った右を向いた表情のデカールを貼りました。そして手首パーツですね。手首パーツがこのしっかりと拳を握ったこのパーツですね。この何かを握れる手首ですね。付属品の類は特についてはないんですけども、多分ミオリネさんについているスコップとか、いろいろ持つことができるんじゃないかなと。そしてこちらですね、ジョイントがついた平手ですね。これハロをここに、持たせるパーツの手首になってますね。で、ハロです。この頭の羽の部分は開閉できるようになっております。で、これが先ほどの手首、スレッタの手首にこうやって刺すことで、こんな感じでハロとお話しするスレッタみたいな感じの大図付けというかシーンも再現することができます。いやー、やっぱスレッタは笑顔が似合いますね。ちょっとデカールの貼り方ミスって目の部分がちょっとシルバリングというか剥がれかけてるような気配が見えますけども、はい、いいですね。やっぱスレッタは笑顔が似合います。かわいい。こんな感じのちょっとキリッとした表情のスレッタですね。なかなかこうスレッタの性格上こういうファイティングポーズ的なことはね、取らなかったとは思うんですけどもね、時折見せる真面目なこう、ま、本当にミオリネとか地球のみんなのことを思って、そしていろんなことをね、先も足で考えて考えて、本当にひたむきに頑張るスレッタのね、時折見せる一生懸命な表情、あれもかっこよかったです。はい。
まあ、いろんな表情をね、あのポーズ付けしてあげたいところなんですけれどもね、やっぱりちょっとこういうプラモ系のプラモのフィギュア系のプラモはちょっといろんな部分を稼働させるとちょっとねジョイントがあっさりいってしまいそうな気がするんでね、なかなか表情付けが難しいところではあります。フィギュアライズスタンダードをスレッタ・マーキュリーさん組み立てました。水星の魔女ね、いろいろありましたけれどもね、本当に大団円という形でもうね何度も言ってますけどもね、本当に新たなガンダム像を作ってくれた作品だったんじゃないかなというふうに思いますね。すごくこの主人公のスレッタの魅力的な、ひたむきな、そして不器用なんだけどすごくひたむきに頑張るスレッタが本当にねいじらしくて可愛らしくて、とても素敵な最終回だった。今でもまだまだロスが続いているね私でございますけれどもね、はい。で実はこのスレッタ・マーキュリーさんプレミアムバンダイ限定で通常の学生服バージョンが発売されることが決定しております。で私それも予約しましたのでね、また、届きましたらスレッタさん、このホルダーの服のスレッタさんと比べたり、あとはいろんなパーツを共有してね、組み替えをしてみたりしてまたご紹介したいなというふうに思っております。そして次回はですね、まあスレッタとくれば次はミオリネさん控えておりますので、次回はこのミオリネさんを組み立ててご紹介したいと思います。まあ大まかな作りはねスレッタとほぼ同じかと思いますので、そんな詳しいレビューにはならないかとは思いますけれど、せっかくなんでね、スレッタとミオリネさん並べてねデコボココンビというか、あの仲睦まじい姿をねご紹介できたらなというふうに思ってます。もしよろしければまた次回もご覧いただければ幸いです。今回もご視聴いただきありがとうございました。スレッタ・マーキュリーさんでした。